チック緑3パターンのコーデ、最後はストリートカジュアルなコーディネートを組みたいと思います。この可愛いマドラスちゃんをかっこいいコーディネートにして着てみたいと思います。まず帯を選びます。ストリートということでかっこいい黒、こちらを選びたいと思っています。こちらは蔦屋久兵衛さんのへこ帯です。裏はこんな感じですごいギラギラとしています。このへこ帯は締めやすいですし、すごい軽いですし、あとどれだけ折ってもあんまりシワにならないので、へこ帯のアレンジの結び方がいろいろ試せるいい帯だなと思っています。これ以上ストリート感のある帯は私は持っていませんなのでこのへこ帯で組んでいきます。次は半襟を選ぼうと思います。半襟もできればモノトーン黒系で攻めたいなと思っています。黒、これは証券の半襟です。武田線香さんの七彩染めの半襟です。この範囲に使われている色がマドラスの色にバッチリです。黄色、ピンクで、このターコイズブルーみたいな色はこのマドラスの緑の色にすごい近いので、で地の色が黒なので、これでこれしかない、これにします。次は帯締めを選びます。帯締めはちょっと黒じゃなくて端色を入れたい、強いアクセントになるような色を入れたいかなと思っています。帯締めは3種類緑系のものを持ってきました。これは濃い色でかっこよく決まりそうです。これは素材がちょっと変わっていて、なんだろう、革っぽい感じの、ちょっとパリパリした感じの帯締めです。結構一番くすんだ感じの色かなと思います。エメラルドグリーンみたいな帯締め、インパクトはやっぱりこの帯締めが一番強いんですが、今回ストリートでかっこ、とにかくかっこいいスタイルを目指したいので、この濃い帯締めにしようかなと思います。質感もマットな方が、このギラギラしたへこ帯と合わせた時にしっくりするかなと思いました。これにこのキミトさんの銀の帯留めをつけたいと思います。これは銀でちょっとキラキラするので、へこ帯によく合うかなと思います。帯揚げなんですが、へこ帯は帯揚げしなくても締められるのでなくてもいいんですが、ちょっと紫、ちょっと見せるくらいだと差し色になって、ピンクはちょっと違う、紫が差し色になってすごい全体のバランスが締まりそうに見えたので、一回入れる方向でいきたいと思います。ストリートコーデ着用してみました。よいしょ。帯揚げを紫にしたからなのか、
お着物の紫がすごい目立って、本当に着物って小物を変えたり帯を変えたりするだけで雰囲気が全然変わって面白いなと改めて思いました。私は帽子がすごい好きなので、お着物にもどうしても帽子を合わせたくて、ストリート系のコーディネートがやっぱり一番帽子とかは合うなって思います。すっきりカジュアル、アンティーク風、ストリート風と3種類今までコーディネートしたんですが、見てくださった方ありがとうございます。どれか好きな感じのテイストなどありましたでしょうか。これからもコーディネートの動画など着物にまつわる動画たくさん上げていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。